はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインと XRP の相場分析をしていきたいと思います。今日が2020年の4月の14日ですね、火曜日になります。で、今日なんですけども、ビットコインはですね、あまりこう値動きはなくてですね、直近で言うと、若干ね、こう上げ傾向の中で、推移しているんですけれども、今後ですね、どういう風になっていくかっていうところがですね、直近、短期的に見ても中長期的に見てもですね、かなり重要な局面に来ているんですね。はい。で、そのあたりをですね、日足チャートとか、週足も使ってですね、最近はお伝えしているんですけども、そういったところから見てもですね、今本当に、超重要な局面に来ていて、いつ大暴落が起きてもおかしくないっていう風なですね、相場になっていると思っていますので、そのあたりのですね、解説ですね、今後どういう風に推移していくのかっていうところの解説と、あとはですね、そういった中でどういう風にエントリー戦略を組んでいくかっていうところですね。昨日の動画でもそういったお話をしましたけれども、今日もですね、そういったところを詳しく説明していきたいと思います。で、エントリー戦略に関してはですね、初心者の方でもね、非常にわかりやすいように説明していこうと思っています。で、ちょっとね、今そういう重要な局面であるっていう兼ね合いでですね、この後ね、相場をちゃんと注視しないといけないっていうね、僕の副業としての仕事もあるわけなので、ちょっと今日はですね、初心者講座はお休みにしたいと思います。で、初心者講座はお休みするんですけれども、今日解説する内容がですね、まさに初心者講座で、初心者の方には絶対押さえておいていただきたいですね、今後、エントリー戦略だったりとか、そのあたりを話していきますので、今日の動画は最後まで本当にね、重要なお話ししていきますので、ぜひね、最後までご視聴いただけたらというふうに思います。それではね、相場分析の方を始めていきたいと思います。はい、ではまずはですね、ビットコインの相場分析から始めていきたいと思います。こちら映しているのは4時間足ですね。本編に入る前にちょっとね、皆さんにお聞きしたいんですけども、ライブ配信ですね、しようかなとか考えていて、皆さんね、本当にコロナがだいぶ流行ってきてて、で、飲みにも行けないっていう方がですね、多いんじゃないかなと。特に、都内の方なんかですね、そうじゃないかなと思うんですね。僕の地元でも、緊急事態宣言みたいな形でですね、発令されているわけなので、なかなかですね、外に飲みに行けないということもあってですね、例えば、ご要望が多ければですね、今週の金曜日だったりとか、土曜日とか日曜日とか、ちょっとね、日は今の時点で確定することできないんですけれども、お酒を片手に飲みながらですね、皆さんからのこうご質問にずっとこう回答していくような、噛みましたけど、そういう風なですね、ライブができたらいいなとか思っています。もしご要望があればですけどね、僕のライブ配信なんか聞きたくないっていう方がいらっしゃいましたら、別にそんなにしたくはないんですけれども、皆さんが本当に自宅待機でね、本当に大変な思いをしているということだと思いますので、僕もそこにね、一役買いたいということで、できればね、ライブ配信もしていきたいかなというふうに思っています。もしね、希望、絶対やってほしいみたいなご意見ありましたら、お寄せいただけたらモチベーションにつながりますのでね。はい。で、いずれにしろですね、やるんであれば、事前にね、LINE とか、もしくは YouTube の方でですね、告知したいと思いますので、そのあたりも注目しておいていただけたらというふうに思います。はい、ちょっとね、話が、それましたけれども、チャート分析の方ですね、入っていきたいと思います。まず、ビットコインですね、4時間足で、今の時刻がですね、20時35分で、ビットコインの今の価格がですね、$6,856ですね、日本円で言うと73万6000円ぐらいのところを推移している状況です。はい、今日のですね、ビットコインの値動きなんですけれども、このあたりのですね、ローソク足から始まって、$6,700ぐらいから始まって、$6,800ということで、本当にね、この100ドルぐらいの間を、レンジのような形でですね、だらだら横に行ってるような、相場展開になっているということですね。で、今後のですね、早速なんですけれども、今後の値動き、どういうふうな値動きがですね、予想されるかという部分になるんですけれども、やっぱりですね、僕は下落かなというふうに思っているんですね。で、もしかしたら、その直近ではですね、この7800ぐらいにタッチする可能性は当然あると思います。デコボードを見ますとですね、$7,100ぐらいですね。$7,000から$7,100ぐらいの売り板がですね、結構厚くなっているんですね。したがって、このあたりまでですね、上がった時にショートをね、叩かれるっていう可能性が結構あると思いますので、やっぱりですね、ここから、なんて言いますかね、やっぱり意識ラインまでは、戻されると思うんですよね。ショート勢がやっぱりね、$7,000で狙っていると思いますので、やっぱり一時的に上昇する局面は今後あるんじゃないかなというふうに思っています。なので、ここのトレンドラインですね、
ピンクの昨日引いた新たに引きましたですね、ここのトレンドラインに当たるぐらいまでの上昇はですね、おそらくあるんじゃないかなというふうに思っています。まあある可能性があるということですね。そのまま落ちる可能性も当然ありますけれども、一旦ねこう戻される可能性も十分あり得るかなということで、まあ4時間足としてはですね、そのあたりまでのこう戻しというところは許容しておかないといけないかなと、想定しておかないといけないかなというふうにね、思っているところです。じゃあその後ですね、その後どういうふうに落ちていくかというところなんですけれども、まずね今後近いうちにですね大きな値動きが起こると思っているんですね。なぜかというとここの値動きなんですよ。ずっとこうね、ボラティリティもなくてよくずっとこう横ばいを続けてきた中で、思いっきり上げましたと、でその後思いっきり下げましたっていうね、この値動きなんですね。注目としてはこの値動きっていうのはやっぱりねこう市場の意識、相場を動かすですね力っていうのはあるんですよ。あるんですけれども、ショート勢もロング勢もこうなんて言いますかね、ジャブを打ち合っているような感じですよね。上に引き上げたけれどもショートがそれを許さない、でショートはショートで下にね思いっきり引っ張ろうとしたんだけれども、それはロングが許さないっていう感じでですね、まあお互いこうジャブの打ち合いっていう感じでまだね、有効打を出してないっていうような感じになっているわけなんですよね。で今後ねやっぱりねこれほどずっとですね横ばいを続けてきて、ここで、仕掛けたんだけれども戻されて、逆にそのままの勢いで仕掛けたんだけれども戻されてっていう風なですね形でかなりねこう拮抗しているわけですよ。でこういう風な拮抗がですね、起こっている、かつこういう力があるっていうことはですね、まあ一応見えてるわけなんですね、直近のところで。ということはやっぱりねこう力がどんどん溜まっていっているということで、まあどっちかにですねパーンとこう弾けるような値動きっていうのがですね起きる可能性があるんじゃないかなと。で、そこから考えたときに、じゃあ上に行くのかと、上にこう弾けるような値動きでここを抜けていく力があるのかと、今ね、そういったところを考えるとやっぱりね難しいと思うんですよね。っていうのもやっぱりこう短期の移動平均線がですね中期を割り込んできて、で長期をもですね割り込む可能性があると。で今ですねこれ移動平均線に関しては長期でね、ようやくというかなんとかこう、止まっているような形になっているわけですよ。サポートされているような形になっているわけですね。なのでまあ少なくともですね直近本当に明日とか、早ければね今夜とかぐらいにはですねここの長期の移動平均線抜けて下に落ちてくる、もしくは一旦7000ドル試してから下に落ちてくるみたいなね、それぐらいの値幅のですね値動きっていうのはあると思います。もしくはそこで、ね、この6500から6600のレンジ価格帯ですね、ここで、意識されているということはですね以前の動画から言っているところですけれども、まあ、ここもですね抜けるぐらいの大きな値動きにつながっていく可能性があるっていうところですね。そこを非常に警戒しているところですね。で今ですねまあオシレーター系見てもですね、MACD 見てもゼロ付近でですねデッドクロスが完成しそうな気配になっているっていうことですね、日足レベルで、まあそういったところからもですねちょっとね今からこう上昇っていうのは、なかなかね難しい。まあ短期的な上昇はある可能性はありますよ。あくまでもこれ中期的なところの目線でですね話している。中期的っていうのはだいたい1日とか、まあ長くても2日ぐらいのところですね。そのあたりを見越して、今喋っているわけなんですけれども、一時的にはまあ上昇していく可能性もありますけれども、まあ中期的な目線で見るとやっぱり下に行くんじゃないかなというふうにね思っています。まあ当然下落トレンドなので、下に行ってしかりなんですけれども、まあ、一時的なそういう値幅はあるにしてもやっぱりね下がっていくんじゃないかなっていうふうにね見ているところなんですね。でこれをですね日足レベルでちょっと見ていこうと思うんですが、日足に切り替えましたけれども、日足レベルで見るとですねもっと怖い橋を渡っているのがね皆さんお分かりになると思うんですね。ずっとここで上昇してきてですね、まあ、昨日の動画でも言いましたけれども中期の移動平均線がかなり効いていてですね、ここでずっとレジスタンスされて、まあ、押し下げられてきたということで、まあ、この辺で大きな値動きがあってですねここのトレンドラインを割り込んできましたよね。でそこからですね実体の大きさですよね、実体の幅っていうのがほぼないんですよ。ということはボラティリティがあって上行ったり下行ったりしているんだけれども、ヒゲを伸びてますからね、ボラティリティはまあまああるんだけれども、やっぱり始め値と終わり値で、全然まあ価格がほとんど変動していないっていうのがですねここの、動きなんですよ。こういう時っていうのは大きな値動きっていうねことが起こりやすい前兆みたいな形でこういうことがよく起こるんですよ。まあ、いわゆる実体が少ない、始め値と終わり値が、あまり変わらない、ただヒゲは伸びているっていうのは先ほど僕が説明した通り、ショート勢とロング勢がですね当然バトルしているわけなんですけれども、試し合っているっていう展開なんですね。なので、
まあ、こういう値動きがですね、そう長くは続かないわけですよ。どこかでも弾け飛ぶわけですね。どっちが勝つわけですよ。なので、そこから考えたときに、まあ、これもですね、上からずっとね、意識されて、中期の移動平均線が垂れ下がっている中で、ここを上抜いてこれるかどうか、まあ、7000ドルのね、超意識のラインもありますよね。こういったところをぶち抜いてくる力があるのかっていうと、ちょっとね、難しいんじゃないかなっていうことは、下に行くんじゃないかなっていうね、まあ、消去法じゃないですけども、そういった感じでですね、下に行く可能性が高いんじゃないかなと。サポートラインに関しても、今この短期の移動平均線で止まっている状態なんですよ。短期の移動平均線割られたら、おそらく間違いなくですね、6500ぐらいまでは下がると思いますし、そこでも止まるかどうかっていうね、話になってくると思います。最悪、まあ6000ドルとか、そのあたりまでね、見ないといけないと。まあただ6000ドルまで下がった時に、もう大きな目線としてはですね、ダブルボトムをつけに行くっていう風なですね、認知に、トレーダーとしてはなると思いますので、そうなった時にいよいよ本当にね、セリクラのような形が起きてくるという風なですね、まあ、予想ができるということですね。はい。まあ今後のコロナのですね、推移、動向にも当然ね、寄ってくると思いますけれども、まあ本当にね、何かこう大きなファンダも入れば、一気にですね、下落していくような局面になると思いますので、そのあたりはですね、警戒しながらトレードしていく必要はあるかなというふうに思っています。で、一応週足もですね、まあ週足はもう以前からですね、再三言っているところなので、まあ本当に復習までなんですけども、7000ドルでここでサポートされていると、このあたりもずっと意識されていた中で、今ですね、サポートしてからの抜けのレジスタンスですよね。まあそういう値動きになっていると。で、ここにはですね、7000ドルの水平線と、長期の移動平均線がですね、ずっとこう上昇してきたと長期の移動平均線がついにね、下落に仕掛かっているということになっていますので、ここのね、長期の移動平均線のレジスタンスっていうのは結構ね、僕は強いんじゃないかなというふうにね、思っているので、まあこういったところからもですね、やっぱりね、下落していく可能性が高いんじゃないかなというふうなですね、予想ができるということになります。はい。これはですね、あくまで予想ですので、当たるかどうかはわかりません。で、皆さんがですね、やっていかないといけないのは、予想して当たるかどうかっていうのをですね、競ってもお金は増えませんので、予想して当たるかどうかじゃなくて、じゃあどういうふうに対処していくかというところがですね、一番大事になってくるわけですね。で、今ですね、まあ下落トレンドになってきている中で、エントリー戦略を組んでいくんであれば、当然ね、下目線で組んでいかないといけないと。で、なおかつですね、僕が以前から言っている通り、ずっとこれまで言っている通りですね、戻り売りを狙っていくっていう局面はですね、変わらないと。ただですね、リスクリワードの話を最近しているんですけれども、今はこの6800ですよね。で、まあ、仮にロングに入っていくとしてもですね、7000ドルで利確しておかないといけないわけじゃないですか。ここで大きな反発食らう可能性ありますのでね。で、一方で、ショートに入っていくと。ショートに入っていくんであれば、先ほど言った通り、この6600から500ぐらいのですね、レンジ、価格帯っていうのはかなり意識されていますので、ここで、ここのような形でですね、大きな反発が起こる可能性があるっていうことは、今からね、ロングに入っていくんであれば7000ドル、ショートに入っていくんであれば6600とか6500とかで、ということで、どっちに行ってもですね、1対1になっているわけですよ。なので、非常にですね、損切りポイント、を設定しにくいっていうことですね。はい。リスクリワードが1対1になってしまいますので、損切りポイントとか、まあ、リスクリワードが合わないというような状況になってくるわけですね。じゃあ、こういう時にどういう風にするか。一番いいのは、7000ドルまで待つのが一番硬いですよ。はい。7000ドルまでもう本当に気長に待ってですね、ここでショートに入れれば、一番ね、損失も少なくて済みますよね。ここから抜ける可能性は当然ありますよ。相場なんで絶対はないので、抜ける可能性あるんですけども、抜けたら別に損切りすればいいだけだし、損失幅も少ないですよね。もう損切りポイントとエントリーポイントがですね、同義になっているので、損失幅は非常に少なくて済むと。一方で、下にね、思った通り伸びれば、ここの利幅はですね、大きく稼げるわけなので、まあ一番いいのは7000ドルまで引っ張ってこれたらですね、まあ一番理想的なわけですよ。ただしね、まあ7000ドルまで待っていると、じゃあここから下落した時にね、まあ置いていかれるっていうことになるわけですよね。で、それは避けたいということになれば、どういう戦略を組むかというと、分割エントリーになります。まあ僕のこのチャンネルではですね、以前から分割エントリーのやり方っていうのはまあご紹介していて、僕がやってることを紹介しているだけなんですけれども、まあこういった時にですね、置いてかれたくないって思ったら、まずこの辺で3分の1入っておくと。で、まあそのままですね、伸びれば、まあ3分の1の資金で利益にはなってしまうんですけども、まあそこの利益が得られると。で、そこからですね、7000ドルまで押した時ですね、押した時は、そこでもう3分の1とか、もう少しですね、6分、えっ、ー、と、
3分の2ぐらい入れることもあります。はい、本来であれば、まあ、エントリーしたいポイントと損切りポイントをですね、同じポイントにして、損失幅、小さくですね、逃げることができればね、一番いいんですけれども、まあ、それがですね、叶わないかもしれない。まあ、今、下向きにね、伸びている中で、置いてかれたくないっていう局面だと思いますので、3分の1入ってですね、押されたらもう3分の1入る。もしくは3分の2入る。で、そこからですね、伸びてくれば、そこでもうちょっと足すとかね、まあ、そういう戦略もまあ、できるわけなんですよね。ちなみに、ここで3分の1入りますよね。で、押されます。3分の2入れます。怖いですよね。資金の、まあ、自分が入りたい資金のですね、ほぼほぼマックス入ってるわけですよ。そうなった時に、まあ、普段ね、4分の1とか、5分の1ぐらいでね、戦略立てている人はですね、まあ、結構な大きなロットになった時にですね、ドキドキするわけですよ。で、そのドキドキした時に、どうするか。まあ、これ抜かれてもですね、ここで3分の2入ってるので、それほど損失幅は大きくならないはずなんですよね。で、そこから伸びればね、大きな利益につながるわけなんですけども、例えばね、もう、今度ここまで上がって下がってきた時に、次短期の移動平均線や長期の移動平均線がですね、下に控えてくるわけですよ。で、そういう風な状況になった時にですね、本当にこの直近安値6600とか6500まで行くのかっていうと、ちょっとね、そこはまあ分からない部分があるわけですよね。まあその短期の移動平均線でサポートされる可能性がありますからね。はい。そうなった場合は、もうその短期の移動平均線タッチでですね、利確しておくというのもですね、結構おすすめですね。はい。一番理想なのは、この各種移動平均線が全部下にいて、ローソク足が上にいて、そこにタッチしてくるっていう状況ですよね。これが一番まあ理想で、下落トレンドであれば上に移動平均線、各種移動平均線がいて、そこに下落トレンドの中で一旦戻してタッチするっていうような局面ですね。これが一番、狙いやすいわけですよ。まあ、下にこう邪魔する線がですね、移動平均線がないっていうだけでも、下に伸びる可能性高くなってきますので、そういう邪魔な線がないっていう意味でもですね、パーフェクトオーダー、いわゆる上昇トレンドですね、短中長の移動平均線がすべて上向き、もしくは短中長の移動平均線がすべて下向きのような状況でですね、エントリーしていくのが一番理想的なんですけれども、こういう風なですね、トレンドの転換期においてトレードしていく場合にはですね、結構細かく利益を取っていくっていう風なことをですね、した方がリスクは下がります。はい。ということで今日はですね、まあ、こんな感じでリスクコントロールの話をですね、メインにしたかったんですね。まあ、初心者講座も兼ねて、今日はちょっとこの辺りですね、詳しめに喋ってみました。はい。まあ、ちょっとね、早口で分かりにくかったかもしれませんけれども、今日は非常にこれ大事な話しましたので、まあ動画なんで何回かね、理解できなかった方はですね、繰り返し見ていただけたらというふうに思います。はい。で、 XRP ですね、ごめんなさい、忘れてました。 XRP の相場分析いきたいと思います。はい。 XRP もですね、まあビットコインと同じような値動きですね。今がですね 18.6 セントということで、日本円で言うとですね 19.9 円、まあ若干下がってきましたね。10円台まで下がってきたという風な値動きになっています。XRP に関してはですね、ここの短期の移動平均線が効いていて、レジスタンスされて今ね垂れ下がっていると。ただまあ長期の移動平均線もですね、下にね、まあ支えられているということになっていますので、まあ上には短期、下には長期がいて挟まれているということで、まあこういう風な感じでですね、レンジ相場のような形がですね続く可能性があると。そういった中で続いた後はですね、当然ビットコインと同じようにですね大きく動いてくる可能性高いですので、 XRP に関してもですね注意しておかないといけないかなというふうに思っています。 XRP に関しては、19セントのですね水平線が上に控えています。それから今の水準でもですね、一応この辺短期的に言うとですね、水平線が引かれる、でレジスタンスされているような局面になっていますので、まあ今からね下落する可能性もですね十分あるんじゃないかなというふうに思っています。下落した場合は 16.8 セントぐらいのこの辺りの水平線ですね、ここ引いていますし、まあ、もしくはもうちょっと上かもしれませんね。直近安値のこの18セントぐらい、その辺りまでね一旦下げてくる可能性があるかなというふうな分析をしているところですね。はい。ということで、まあ、ビットコインもですね、リップルも、まあ、他のですね、アルトコインも含めて、今はですね、結構重要な局面に、来ているんじゃないかな、というところですね。なので、ここからですね、僕も相場分析をしっかりしてですね、エントリー戦略を、立てて、エントリーしていってですね、明日いい報告ができるようにしていきたいな、というふうに思っています。皆さんもね、直近相場本当に大事ですので、大きくね、動いてくる可能性ありますので、注意してですね、相場観察をしていっていただければというふうに思います。はい。ということで今日はですね、この辺りにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。